ならストロークラボ。はい、皆さんこんにちは。ストロークラボ代表の金子です。今日はね、第56回ですね、キュニフォームヌクレウスと呼ばれる結状核ですね。まあ、ここまでちょっとマニアックな領域には多少なるんですけれども、ね、まあ、ただ今回の、ね、動画でしっかりね、すくみ足の機構とか歩行の、ね、こう関連の誘発に、ね、ついて、ね、細かく解説していきたいなと思いますので、この動画は、ね、リハビリテーションのための、臨床脳科学シリーズとなりますので、ぜひ、ね、皆さんこの脳卒中の機能回復と脳卒中の動作分析ですね、それらと併用して、ね、勉強していただければなと思います。それではね、最初場所をね、部位になりますけれども、この結状核っていうのがまずね、中脳水道ね、の周囲のこう灰白質の外側に位置するんですよね。でこう当然分足面でね、第四脳室にこう接してくる領域になるんですけれども、まあ、ここがね、非常に感覚情報の調節とかね、反射行動とか、当然ね、歩行の誘発系にもね、影響してくるね、領域になってくるのでね、細かく後で解説します。で、あと血液供給になるんですけれども、これはね、まあ、基本的にはその抗大脳動脈ですね、ああいったところの枝から供給されて、まあ、脳底動脈のね、当然末端の、ね、枝になっていきますので、でこれがまあ非常にね、まあ、後頭葉とか、まあ、下側頭葉とか、ああいった、ね、中脳内のね、含むさまざまな領域に、ね、この抗大脳動脈の枝ってね、供給していきますよね。でね、もちろん視床の線通視動脈とかね、視床室状態動脈とか、ああいった部分の、まあ、PCA のこう領域がね、線通視がこう中脳の方にもね、こう供給してくるかなという形でね、理解していただければなとは思います。で、あとね、経路になってくるんですけれども、まあ、まずね、この中脳のね、こう運動領域っていうね、この、まあ、歩行誘発野ってところがあるんですけれども、そこをね、MLR ですね、こうロコモーションに関連する領域で、この結状核っていうのがね、中脳のこう歩行ね、誘発野のね、こう一部になってくるんですよね。そういう意味ではこう歩行のね、運動のこう誘発のね、制御に重要になってくるんですよね。ですので、この MLR のなんかね、こう刺激したりすると、よくね、動物実験なんかの歩行とかね、走ったりとか、ああいったところをね、こう誘発していくね、場所になってきて、まあ、この結状核っていうのが、そういった意味ではその歩行とかね、そのいろんなこう複雑なね、動作の開始とか制御にね、寄与しているっていうふうに言われています。あとね、疼痛の調整なんかにもね、先ほどお伝えしたこう中脳水道の、ね、開発周囲って以前も、ね、お伝えした疼痛制御に、ね、関連してくるって ね、お伝えしたと思うんですけれども、その近辺なのでね、当然疼痛の調節なんかにもすごく影響してるって言われているんですよね。つまりその加工性の、ね、疼痛システムね、疼痛調整システムってね、以前お伝えしたと思うんですけれども、そういった脊髄にね、疼痛の信号の、ね、伝達の調整に役立つっていうふうに言われています。あとね、まあ、聴覚処理なんかにもね、いくつかのエビデンスなんかでね、結状核が、まあ、聴覚のね、処理系にこう影響しているっていうような報告もあるんですよね。ですので、まあ、ただこれね、まあ、なんていうんですかね、他の経路と比べると、まあ、なんていうんですかね、聴覚との構造の密接さっていうのはね、まだあまりこうはっきりは解明されていない状況ですね。で、あとね、毛様体との関係で、その結状核ってその覚醒とかね、注意とか睡眠とか、ね、ああいう覚醒のサイクルの部分でね、前回の脚胸被害核でもお伝えしたと思うんですけれども、ああいった部分で毛様体との、ね、ネットワークの接続性でもよく出てきたりします。ですので、そういう意味ではこう覚醒とかね、そういった注意レベルとか、ああいった部分もね、一つ知っておく必要があるかなと思います。で、あとね、そういう意味ではこう情報性とかね、加工性の投射経路ですよね。ですので、まあ、今までお伝え、先ほどお伝えした情報性と加工性ですね、ああいった部分で、まあ、いろんなところからこう送受信するので、ね、視床であったり視床下部であったりね、その他の工事中枢も含めてね、投射があったりするので、いろんな意味でその感覚とか運動とかね、歩行の誘発の一歩目とか、ね、ああいった部分でもそうですし、脊髄の、ね、加工性投射でそういった自律神経系にも、ね、関連があったりとか、ね、当然疼痛もそうですよね。そういった部分でね、まあ、一つ、まあ、幅広いね、ネットワークを一つ知っておく必要があるかなとは思います。で、あとね、まあ、その行動反応に、ね、おけるこう統合みたいなのも結構出てくるんですよね。いわゆるこうね、感覚とか運動とか自律神経系のね、こう複数のいろんな領域に影響しているので、いろんな環境からの刺激に応じたね、行動の、ね、統合なんかにすごく調整している、ね、可能性が高いっていうふうに言われているんですよね。例えばこう、まあ、よくある生物的なもので言えば防御反応ですよね。誰かこう思う中をナイフで持ってきた、危ないとかってね、
ああいう部分とか、まあ、そういったね、いろんな複雑なナビゲーション的なね、あの行動でもそうですよね。なんか、まあ、例えばですけど、お金があったらこうパッてこう見ちゃうとかね、あの綺麗な女性がいたらうんって見ちゃうとか、ああいうところも当然ね、前扁桃体で好き嫌いって説明したと思うんですけど、ああいった部分との複雑な行動とか反応的なね、反射行動、防御行動とか、ああいった部分にもね、影響してくる可能性があります。じゃあね、あの画像読解ね、あのポイントで、まあ、この、ね、図なんかも参考にしながらなんですけれども、まずね、最初に中脳外ですよね、まあ、以前説明したこう中脳外っていうのが、あの中脳の背側部分ですよね。いわゆる上級とか下級とかで説明したと思うんですけれども、でこの結上核っていうのがこう中脳のね、ちょうど、まあ、なんていうんですかね、腹側被害、あの腹側被害じゃない、中脳被害ですね。中脳被害に一応位置はするんですけれども、当然あの中脳外のところにもかなり密接して隣接してくるので、まあまあ、かなりそういった部分ではね、あのまあどうしても結上核って少しこういろんな動物実験でね、あの脚胸被害核と同様に少しバラバラに散在したりするので、そういう意味ではこう中脳外側もにもちょっと入ってきたりとか、まあ、でもまあ中脳ね、被害野の方にもとかね、中脳ね、あの水道周囲のね、開発地ですよね、あの辺りの部分にもね、あの、まあ、特に中脳ね、なんていうんでしょう、中脳ね、あの水道の開発地周囲の外側にね、あるっていうふうに言われているので。そういった核なんかもね、まあ、いろんな、まあ、いろんなまあ MRI があるんですけれども、まあ、こういった部分でね、見ていくと脚胸被害核とかね、あの結上核の位置をなんとなく分かるんじゃないかなと思います。でそういう先ほどのね、中脳外の近くってもお伝えしたので、まあ、上級ですよね、目の視神経に影響しますけれども、そういった部分であの結上核っていうのがその上級のね、こう上級のちょっとこう腹側ですよね、あと側方側に位置するので、そういった上級を見つけたりとか、であと、まあ、あの第四脳室も含められますよね、まあ、中脳に対するこう第四脳室、まあ、少しだいぶ下の方に入ってきますけれども、ね、あのまあ、結上核を、ね、決めていくので、まあ、その第四脳室の前方側にもあったりするので、そういう意味では結上核ってそれなりにこう長いね、あのまあ、一足の水平面だけじゃなくてこう長く位置していくので、だんだんそういうあの第四脳室とかね、ああい こう小脳側の方とかね、胸とか、ああいったところの方にもね、あの散在していって、まあ、そこのこう腹側側に位置するっていうのも見方もありますよね。あとね、大脳脚なんかもね、まあ、以前お伝えしましたけれども、当然大脳脚から見ると当然まあかなりね、背側側にはなりますけれども、まあ、以前ね、こう大脳脚っていうのもこうね、大脳脚ね、中脳被害ね、あと中脳外ってね、ああいった3部門の領域でしっかりね、あの結上核の位置なんかをね、チェックしておくと、まあ、よりね、あのいろんな中脳の構造と結上核との関係性が見えるんじゃないかなとは思います。でね、あの論文トピックなんですけれども、よくね、こう比較される先ほどお伝えしたあの脚胸被害核とあの、ね、PPN って呼ばれたりするものと、あの結上核ですね、 CNF ってね、ああいった部分とこう歩行誘発野ですね、中脳の MLR ですね、こういった部分について結構ね、論文伸びてるの多いんですよね。でその接続に基づいてこう運動の速度の制御とかね、2つの回路っていうのをこう、ね、まあ、解剖学的に、ね、機能的にこう見ている、まあ、論文があったのでちょっと紹介したいなと思います。で、ね、ちょっと前回の動画との復習にもちょっとなってきますけれども、あの脚胸被害核っていうのが、まあ、神経科学的にはこうまず3つのニューロンで、ね、構成されているっていうね、この図で 見たら、ね、ちょっと分かると思うんですけれども、まあ、これあの、グルタミン酸の、ね、作動性ニューロンっていうのがこの紫色ですよね。グルタミン酸作動性ニューロンってたくさんね、これまでもあのお伝えしてますけど、興奮性ですよね、GABA とは違って、ですので抑制ではなくて興奮性で、非常にこう探索的な何かのものをこう運動とかね、行動の探索ですよね、ネズミとかだったら餌を求めてみたいな、ああいったところに関与してくるんですよね。でこの青い矢印が見えると思うんですけれども、これがね、あの運動のね、大脳のこう運動必須と大脳基底核からの入力によってこう引き起こるされる可能性があって、でこれがね、あの、まあ、いろんな延髄の方のね、こう、まあ、そういう、まあ、膨大核って呼ばれるようなね、あのところであったりとか、まあ、他のね、髄核とかね、脊髄の核と関与して、まあ、そこで脚胸被害核がね、こう、まあ、さらに活性化してね、それで目標指向とかね、ああいう探索活動にこう促されていくというところです。で2つ目の機能としてはコリン、ね、コリン作動性ニューロンってね、黄色で見えると思うんですけれども、こういったのってね、運動の開始には、ね、直接関与しないんですけれども、やっぱり運動の活動とかその他の生理学的な、ね、調整の役割に関与している可能性がありますよって述べていたんですよね。であとね、もう一つがね、やっぱり3番目で、ね、こういう緑色で抑制性ですね。
これ出力としては当然もう興奮性もあれば抑制性もあるということで、この抑制性というのがこう緑色で見ています。これも客胸被害核から出ます。であとね、この欠状核のところなんですけれども、これがね、あのグルタミン酸作動性のね、あの興奮性のニューロンと、まあ、抑制性の介在ニューロンがね、これもね混在してるんですよね、この欠状核っていうところに。ですので当然グルタミン酸の作動性が入ってきたりすると、歩行をね歩いたりとか、この走るね、疾走していくね、ね、ああいったところのもう機能の速度の制御とかね、速度の部分にこう影響してくるんですよね。でこの、ね、赤色の矢印なんですけれども、この上級とか、ね、中脳水道の開発室とか、ああいった中脳の領域が、まあ、高速の、ね、こう素早いこう逃避反応ですね、敵が来たから逃げろみたいな、ああいった、ね、高速の実行処理のこう運動プログラムを、ね、こう促進するんですよね。ですのでそういった部分にこう非常に欠状核が関連してくると。で先ほどね、あの延髄のね、そのなんか、まあ、核があるんですけど、ちょっと思い、なんとなく、ちょっとね、名前が長かったんですけど、延髄の人のね、外側棒、巨細胞核だ、そうですね、先ほど説明しましたけれども、その LPGI ってよく略されたりするんですけれども、ここっていうのはね、非常にまあ、これも客胸被害核と同様にこう、不均一にこうなってはいるんですけれども、ここが、欠状核と客胸被害核の、ね、両方からの入力を受けて、ね、ただね、欠状核からの非常にバイアスが強いので、まあ、非常に高速の逃避反応ですね、ああいった部分においてより重要な役割になりますよと、まあ、そういった部分をね、非常に論文でね、2つの、まあ、ポイントのね、両野を述べてたので、ちょっと分かりやすかったのでね、ちょっと紹介させていただきました。それでね、観察のポイントに入っていきますけれども、当然ね、歩行誘発やって言ってね、言ってるぐらいですから、まず歩行とかね、そういった歩行の運動能力ですね、ロコモーション機能っていうところをまずチェックしましょうっていうところですね。でやっぱりこう歩き始めの困難さとかね、足のこう震えたりとか、ふらつきとか、ああいったね、まあ、中脳のね、歩行障害と呼ばれる、特に歩き始めとかね、安定した歩行の機能の維持ですよね。まずこの辺は一つね、当然チェックするポイントになってくるかなとは思います。でまあまあ、そういう意味でね、中脳のね、歩行誘発野というのは客胸ね、被害核とね、まあ、ある程度観察する部分は似てくるかなと思います。あとね、この欠状核ね、その先ほどお伝えした下降性のね、疼痛制御に影響するってなっていたので、当然痛覚なんかもね、疼痛評価という形で、患者さんのね、こう変化とか、疼痛の刺激に対する異常性とかね、鈍痛であるとか、ああいった部分ね、当然欠状核の関連性もね、まあ、当然疼痛下降性制御っていろんな核がね関わってくるので、まあ、欠状核だけで説明できる人ってのはそんなに多いわけじゃないとは思うんですけれども、まあ、一つね、関与の一つとしては、その方の痛みの部分っていうのも、まあ、そういった中脳のそういったね、欠状核周辺のエリアがやられてたりすると、まあ、チェックはしていこうと。当然ね、中脳のね、開発室ね、中脳水道開発室周囲ですよね、ああいったところも疼痛ってね、以前お伝えしたと思うので、あのあたりっていうのはそういった部分ね、やっぱ患者さんの痛みっていうのは一つチェックになりますよね。あと先ほどね、こう防御反応とかね、驚愕反応とかね、そういう刺激に対する驚いたりとか、ああいった部分の反応ですよね。例えば突然のこう物音とかカシャーンとかね、ね、いろんな動きに対して注視したりとか、ああいった部分の過敏さとか鈍さとか、ああいった部分ってこう中脳の結構原始的なね、反応ですのでね、そういった部分一つチェックですよね。あと、まあ姿勢の不安定性なんかもね、やっぱこう例えば座位から立位になっていったりとか、指示なしで立って歩こうとか、そういった直立動作もね、当然姿勢制御系なんかにも、そういったいろんなね、こう環境に対する反応とか、当然ロコモーションの機能とかね、ああいった部分の、まあ、意識覚醒の部分というのは、当然体幹機能とか筋緊張に影響してきますので、この辺はね、客胸被害核と少し似てくるね、チェックポイントになるかなとは思います。じゃあね、まあ臨床のヒントとしてね、まあ、ちょっとね、また視点を変えてね、まあ、全部同じのようと、ちょっとこれまでお伝えしたのとかぶってくるので、まずはそういう驚愕とかいろんな刺激に対する過剰な反応の部分で言えば、まあ、環境に慣れていくことを促していくということですよね。いろんなやっぱり突然の環境とかね、慣れない環境に なると患者さんね、落ち着かない人ってね、まあ、これは客胸、まあね、被害核っていうか、まあ、その欠状核に限らずですけれども、まずこう静かな環境のところから、騒がしい環境の廊下とかね、いろんな、ね、都市に関しても、タッチを優しいタッチからってね、あるいは喋り方も小さい声からとかね、
ね、そこから徐々にその刺激の多い課題であったりとか、タッチもね、いろんなね、誘導の仕方とかもね、スピードを上げていったりとかも、ああいった部分っていうのはいろんな刺激に対してこう壁になっている可能性があるので、それが視覚上であったり聴覚上であったり体勢感覚上であったり、ああいった部分がまあ欠如を欠くて、まあ、他の領域でも関連しますけれども、そういった、ね、反応に対しての敏感さっていうのを踏まえて、いろんな、ね、こうそういったのをチェックしていって、ね、当然歩行誘発の中ではいろんな、ね、まあ、いろんな歩行を誘発できるような、ね、片足出しとかバランスボードとか凸凹のある路面とかね、ああいったの中でいろんなバランス訓練なんかも入れながら、ね、これはまあちょっと大雑把な説明にはなりますけれども、誘発して、ね、移動のロコモーションのための機能を高めていきましょうということですよね。あとそういうね、こう刺激に対してやっぱ日課もね、ちゃんと確立して、まあ、予測できる範疇のこう時間帯でね、リハビリとか刺激のね、さらされやすいね、例えばね、ちょっとこう大きい声を出す患者さんとかだったらその時間を避けるとかね、ね、なんていうか患者さん、看護師さんとかね、いろんなドクターとかがこうバタバタしてる時間はちょっとリハビリを避けるとかね、散歩はちょっと外でやるとか、いろんな刺激に対してね、こう、まあ、いろんな屋外活動も通じたとか病院のね、静かな環境を見つけていくとか、まあ、そういった部分も大事ですよね。あと日常生活でもこうやっぱ安全面っていうのはね、当然こういった過剰なね、驚愕的な反応なんかをね、こう低下させる上では大事ですよね。ですので、例えばこうね、なかなか歩きがそういったロコモーションの影響を受けて不安定になっている中で、自宅の環境がね、こうすごくね、乱雑であったりとかね、滑り止めが全然敷いてなかったりとか、浴槽に手すりがなかったりとか、ああいった部分ってのはより軽ね、帰っても怖いよ、危ないわとかね、当然リハビリ場面でもそうだと思うんですけれども、そういう意味では患者さんのそういうね、まあ、刺激に対する過敏っていろんな原因があるとは思うんですけれども、そういった移動系のね、機能に影響があるんだったら、そういった環境の配備はね、重要になるかなと思います。あとまあそういったね、社会的交流なんかでもそういうね、いくら予測的可能ね、管理された予測的可能なのであっても、まあできるだけね、そういったまあ予期せぬね、物音とかもあったりするので、まあそういった社会交流の中でうまく環境を調整しながら安心感も与えつつ、まあでもそこではいろんな刺激のね、またいろんな急に隣の人から話しかけられたりとかもあったりするので、まあそこら辺はバランスよくね、安全安全って言って閉じ込めて社会交流しないっていうのもまずかったりするので、そこから注意かなと思います。で、ね、2021年にこの、ステファノさんらですね、がこう論文で、まあ、この欠如覚の、ね、論文をまた述べてたんですけれども、これがね、またね、前回の客強被害覚でも述べたんですけれども、ね、深部刺激療法ですよね、DBS なんかでこうレボドパ体制のこうすくみ足の患者さんですよね、ああいうこうね、足がなかなか出にくいとかっていう、ああいった患者さんに、まあ、DBS でね、前はなんか前回の、ね、論文では客強被害覚っていうのにまず最初やっていきましょうと、ターゲッティングを明確にしてってね、ただもう少しね、今回のちょっと新しい論文ですけれども、一応この論文では従来ね、客強被害覚でやってたところよりも欠如覚の方が歩行の、まあね、なんですかね、効果としては高かったよと、まあ、ですのでこうちゃんと術中の中で細かくターゲッティングをね、動物実験刺激と、ね、同じような形で筋、ね、足の筋電図なんかを、まあ、誘発できるのかっていうのを正確なターゲッティングをやっていって、まあ、副作用として少しやっぱこうディスキネジアですよね、ちょっと動くのが出ちゃったみたいですけれども、そういったのもうまく刺激でね、調整していて、ある程度コントロールできたよっていう、でそういった部分でやった後ね、手術後の、まあ、結果の検査なんかでいろんなこう歩行とかね、回転をこうテストしていったりとか、ああいった部分で、まあ、この欠如覚に対する DBS がね、非常にすくみ足で効果的だったよっていうところなんですよね。ですので、まあ、もちろん患者さんによってそれが客強被害覚がいいのかね、欠如覚がいいのか、他のところがいいのかっていうのは、それはまあいろんなタイプの人が、まあ、いるとは思うんですけれども、ただまあこういった情報を知っておくことで、そういった欠如覚の方の歩行誘発やにおいても、まあ、ターゲッティングでね、しっかり術中でね、この DTI ベースのなんかガイダンスで術中のこう生理学的なマーカーをね、ちゃんと作っていくというところで、まあ、この欠如覚をやっていくのは大事でしたよという論文だったので、まあ、この辺はね、まあ、メインはもう脳外の先生とか、ね、ドクターの領域には、ね、治療やる側にはなりますけれども、まあ、僕たちの、ね、知識とかディスカッション材料としてはね、知っておく必要があるかなと思って紹介させていただきました。
で今回ね、ちょっとね、これで中脳領域も終わるので、今回歩行誘発野の話が出てきたので、ちょっと歩行に関連する、ね、領域をね、もう一回、ね、大脳皮質からも含めてちょっとまとめてね説明したいなと、ね、歩行がやられますね、良くないです、どこ見ますかっていうところのね、当然ネットワークで見るんですけれども、まあ、一つ一つの、ね、整理としてね、まずね今回ちょっと簡単にねまとめさせてもらいましたので、ちょっとね、説明していきたいなと思います。まず当然ね、一歩目 の一次運動やですね、当然なんですけれども、自発ね、随意性の一番重要なね直接的な責任病巣になってきますよね。ですので、こういったところがやられたりするとね、反対側に当然こう麻痺なんかのね、足が麻痺が出たりとかね、手足とかね、足が出しにくいとか、ああいったところ影響してきますよね。であと、ね、補足運動やとか運動前夜とかね、あのあたりも以前ね説明したと思うんですけれども、動作のこう計画とか複雑な、ね、動作のシークエンスとか、まあ、補足運動やだと特に両手とか両足とか、ああいった部分ってねお伝えしたと思いますけれども、やっぱこうね、物にこう手を伸ばしたりとか、座った時からこう立っていく時とか、ああいうちょっと物が少しね、動作が一連の順序の手続きが少しずつ増えてきたりすると、それで僕らっていうのはね、運動計画イメージをしてね、運動を開始しますけれどもね、洋服とかもっとね複雑な機器を使っていくとかね、杖とかね、ああいった部分の、まあ、ちゃんとこうね運動の計画とかイメージとかができていくっていうのは、当然歩行のね影響はしてきますし、まあ当然すくみ足のね責任病床っていろんなのありますけれども、運動前夜なんかの血流障害っていうのはねよく出てきますよね。ですので運動イメージが作れない、足を出すイメージができないっていうのはね当然重要ですよね。あとね、こう視床下部のね、この歩行誘発野ってね、よく SLR って出たりするんですけれどもね、まあこの他のね、なんていうんですかね、規定核とか、ね、運動領域とのつながりでね、歩行の開始とか調整にも関与しますよと。ですのでね、当然まあ大体観察ポイントは似てきますけれども、歩き始める時のためらいをね、歩行とか歩行パターンが変化したりとか、ね、そういった部分のステップの部分は当然見ていきましょうというところですよね。あとね、この小脳歩行誘発野っていうのもね、よく CLR ってね略されたりしますけれども、ああいった部分もね、特に歩行のね、こう滑らかさとか実行にね維持してこう動作をこう調整していくね、やっぱ小脳系なのでね、ああいった部分になってくるので、当然歩行中なんかの協調性とかバランス面とか、ね、不規則な感じとか失調っぽいのが見てくると、まあ、歩行のね誘発野っていうところの影響は当然出てきますよね。ですので、そういう場合は当然ね、今のような観察もそうですしね、バランステストとか協調性のね、いわゆるサラーみたいなね、僕らが以前動画でやったような、ああいった部分とか、さまざまな路面とか傾斜なんかでも活用して、患者さんのまあそういったね歩行のバランスのところをチェックしていきましょうということですよね。あと今回のテーマになってくるね、やっぱ中脳の歩行誘発野ですよね、 MLR ってね略されますけれども、これもね当然先ほどお伝えした歩行のね開始とか制御に影響して、当然よりね下部のね脳幹であったりとか、ね、脊髄の中枢にね中枢に信号を送って、まあ、協調性とか歩行動作に影響してくるので、これもね当然自発的に歩行が開始できないとかね、当然もっともっと脊髄の方になればなるほど歩行のリズムですよね、ああいうこうセントラルパターンジェネレーターのようなこうリズム的な部分であったりとか、まあ当然ね歩行のね補助具を活用したりとか、ああいった部分での歩行がうまくいかないとか、またチェックポイントですよね。でそういう意味ではこう MLR ね、せっかくなんで、まあ MLR だけじゃなくて、まあそこの中にあるね客胸被害核ですね、前回の動画です。ね、特にこう脚胸被害核というのはね、前回お伝えしたのこう姿勢制御とか覚醒等の調整に影響するってねお伝えしたと思うので、ですので、まあ、歩行の開始ね維持も大事ですしね、まあ、規定核とかでね支障の関連もありますけれども、特にこう直立姿勢の維持とかね、ああいった部分の歩行の姿勢なんかをアップライトポジションなんかを見とくのは大事ですよってね前回お伝えしたので、当然歩行中とか方向転換なんかもね、運動を切り替えていくときなんかもしっかりそういったね体のアップライトポジションとかチェックしていくの重要ですよね。で今回のそのね結腸郭なんかも当然ね中脳歩行誘発野のね MLR9 になるので、これがまあ脚胸被害核ね PPN とよく協力し合って歩行をね促進していくんですよね。だいたいこう両者共同してやるって言われているので、ですので歩行のパターンとかね反応とかね歩くことからまあね座っていったりとかもいろんな環境の変化を含めて
先ほどのね、欠場角ってこう環境からの影響の防御反応とかね、そういったね探索的なのねとか、まあ、高速闘争ねみたいなのも刺激に対する部分が大きかったりするので、そういう部分ではいろんな環境の中で歩行のパターンとか運動とかリズムとか、まあ、そういった部分を環境の中でチェックしていくってなるとすると、まあ当然ね、そういうまあ欠場角なんかの影響をねより考慮した、まあ、観察ポイントになるかなと思います。あとね、まあ、中脳でね、脊核なんかもお伝えしたと思うんですけれども、脊核脊髄路って特に四肢の運動とかに大事ですよってね、お伝えしたと思うんですけれども、まあ、そういったいろんなね、こう小脳とか脊髄とのつながりって脊髄多いので、こう四肢のね、こういう調整の障害であったりとか、まあ、特に歩行中のやっぱこう腕の振りとかね、足の調整とか、ああいったね、連続性とか、ああいった部分っていうのは一つね、脊核の部分でチェックですよね。あとまあ、今日の方で説明してるんですけど、正反核ですよね。ああいったこうストレスの反応とか恐怖とか、ああいった生理的な反応にこう正反角大事ですってね、よく言われていますので、ですので、まあ、歩行の姿勢とか影響に与えるこう不安とかね、ストレスの反応が増加する場面とか、ストレスの多い環境ですよね。ああいったところで、まあ、もちろんこの環境に対する刺激はっていうので、欠場角と関連はしてきますけれども、こういった正反角なんか、よりストレス性の高い部分の刺激環境の中で、まあ、患者さんを評価していくっていうのもね、まあどうしてもね、このそこの部位に対する、ね、観察ポイントで言ってるので、実際はまあネットワークで見ていくのでね、こんなにクリアに見れるわけではないとは思うんですけれども、まあ、知っておく、ね、観察のポイントを増やす意味ではね、いいんじゃないかなと思います。あとまあね、こう、黒質とかですよね、基底核の一部ですよね。ああいった基底核っていうのは非常に歩行の中のある黒質っていうのはね、黒質が影響を受けるとこう心線とか拘縮とか動作緩慢とかね、運動の開始に影響しますよってね、動作緩慢さですよね。ですので、そういった部分では歩行の中のやっぱ特にね、いわゆるこうパーキンソン病的な歩行とか、ああいった部分っていうのは一つ黒質の関連性が大きいので、当然歩行のチェック場面として一つ重要なポイントですよね。あとね、脊髄の部分のこの中枢パターン発生器と呼ばれるこう CPG ですよね。これもね、まあ、後々のね方で説明していきますけれども、やっぱり脳の入力がなくてもこうね、知ってらっしゃる人もいると思うんですけども、歩行がこうリズミカルなねこう動作をねできるこう非常にこう古いね、何ですかね、こう動物のね歩行サイクルとこう似てるようなね、こうすごい脊髄の中にね存在する発生器なので。ですね、こういった部分というのはやっぱり影響を受けたりすると、どうしても歩行が大脳皮質チックですね、足をこう持ち上げて慎重にこう歩いていったりとか、なんか滑らかさがなくてロボット的になっちゃうとか、ああいった部分というのは、まあ、歩行の中の CPG の一つのチェックポイントですよね。あとね、ちょっと長いですけど、前庭核とかもですね、前庭系の方もね、小脳の方で少し説明しますけれども、いろんな特にね、頭部とか体幹の安定性とかね、めまいね、回転性めまいとか平衡感覚とか、ああいった部分のところの、まあ、バランステストとかね、頭の動きとか眼球の調整とかところのこう歩行の部分の特にターンとかですよね、ああいったとか、ちょっとこう加速していったりする加速度とかね、回転とか、ああいった部分で歩行なんかに当然影響してきますしね、下肢のね進展なんかのね、前庭系の指示の反射的なものもね、出力ですごく重要になってくるので、まあ、ちょっとそれだけだとロボット的にはなるんですけれどもね、まあ、そういった前庭系なんかも一つ歩行のチェックポイントになるかなと思います。ということでね、少し長くなったんですけれども、まあ、それぐらいね、歩行っていうのと脳量やってつなげたりすると、いろんなね領域によってそれぞれちょっとこうね、なんていうんですかね、まあ、介入ポイントというか観察のポイントがちょっと違うなっていうのが、皆様の中で少しでも整理できればね、この動画の意味が欠場角っていうね、ちょっとこうマニアックな領域だけれども、歩行誘発やっていうのにつなげて歩行の中でどう見ていくか、その中の欠場角っていうふうに見れば、まあ、皆様もね、いろんなこう脳に対しての興味深さとか観察のポイントとかね、アイデアが増えてくるねきっかけになればなと思います。ということでね、10の質問はこちらにまとめています。よろしいですかね、皆さん。しっかりね、理解してもらえればなと思います。で、回答はこちらになりますので、ぜひね、今回をきっかけに、脚胸被害角とね、欠場角、それぞれをしっかり頭の中にイメージして、歩行誘発や、ね、患者さんの歩行のリハビリ等やね、観察にね、つなげていただければなと思います。それではお疲れ様でした。これでね、今回は中脳が終わりますので、次回は今日ですね。今日の、ね、部分でも細かく入っていきますので、楽しみにしていければなと思います。それでは臨床へ行ってきます。
ストロークラボは都内お茶の水で脳卒中や神経系の方々を中心に自費リハビリを展開しています。また療法士向けに脳卒中や神経系に関連する講義や実技を長期間にわたりオンライン・オフラインで実施しています。気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。本日の動画が参考になった方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。